まあ、台本見ないで本当は説明したいところなんだよ。っていうのも、この女ね、私大好きで、相原美穂、ご当地皆さん、まあ、簡単にちゃんと私の方からご説明させていただきたいと思うわ、はい、都内を中心に役者もこなすド迫力なパフォーマー、役者としては板尾創路監督映画月光の仮面ではおかめ役を体を張った演技で注目を集める、パフォーマンスでは皆様に笑顔と驚愕をというテーマで、歌謡曲で踊り狂ったりするというね。でね、これね、私、まあ、ジャッジは実は見たことがないけどね、そうそう、なんかね、もうちょっと痩せさせるとね、昔のジャッジを彷彿とさせるの。この人もあのパフォーマーなのよ。で、まあ、この相原美穂ちゃんのステージ、圧巻のステージ、喜怒哀楽、体全体で表現し、多くの人を魅了しているという、この唯一無二の存在の相原美穂のステージをただいまから、はい、お届けしますよ。はい、ということで皆さん楽しみにね、拍手でお迎えください。それでは行きましょう。カモン！